はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日は紅茶ですね。うん謎の味ハイチュウです。はい、こちらはですね、ハイチュウの味当てみたいなやつだね。はい、レベル1から4まであるみたいですね。はい、うん、この4種類しか味はないっていうことなのかな。うん、これは期間限定ですね。あ、そうだね。じゃあ早速開けていきましょうか。はい、どうぞ。こちらがレベル1ですね。はい、オレンジのパッケージ、こちらがレベル2、水色のパッケージ、こちらがレベル3、緑のパッケージ、こちらがレベル4、ピンクのパッケージですね。はい、ではエイシン君レベル1食べてください。パパはレベル2食べます。はい、でこれね、あのヒントとかあの答えはこのパッケージの裏側にあるみたいなんだ。はい、じゃ見ないようにまずいきましょうか。はい、はい、じゃそれ食べて。レベル2はこんな水色の配置だね。うん、レベル1はオレンジだね。オレンジ色ですね。はい、じゃあいただきましょう。はい、これ水色だからさ、そうだと思いきやそうだじゃないね、これ。そうなの？うん、せーの、リンゴ。オレンジ。パパはリンゴで、エイシン君オレンジ。はい、じゃあそれぞれ答え見ていきましょう。うん、レベル1はみかん味だって。あ、みかんか。微妙に違った。うん、リンゴ。おー、当たった。じゃあパパがレベル3で、エイシン君レベル4でいきましょうね。はい、レベル3はなんか薄緑色。レベル4はピンクだね。ピンクだね。はい、いただきます。うん、美味しい。ていうかもう味分かったかも。本当に？うん、レベル3はなんか分かんない。何の味これ。うん、何の味これ分かんない。せーの、バラ。あー、レベル4はピーチ、うん、レベル3はパパバラ花だけどさ花の味がすんの？なんか花の香りがすんの。だって分かんないんだもん本当に分かんない。じゃあ答え見てみましょう。はい、答え見てみましょう。レベル3は何ですか？ライチだって。ライチ。はあ、なるほどね。レベル4はうわ、マンゴー&パイン味だって。完全に外したね、ちゃんね。パパもライチか、外しましたね。うん、これはやっぱりあれなのかな、レベル1ごとに違う味とかではない。レベル3は全部、あ、そうだね、全部同じ味だね。うん、そっかそっか。じゃあこの何、味当てクイズは1回しかできないんだ。うんそういうことだね。うん、あとはなんかみんなで集まった時にこうやってこれ何の味か来るってやるぐらいかな。うん、あ、そうだね。うん、まあでも美味しかったから良かったよ。うん、さすがハイチュウでしたね。うん、はい、ということで今回は謎の味ハイチュウでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、かなり緩い動画でしたね。はい、ただハイチュウ開けて食べて何の味かなって答え合わせするだけでした。はい、たまにはこういう動画もいいでしょう。レベル1とかレベル4とかかなり美味しかった。美味しかったね。うん、うん、美味しかった。あのそれぞれの味また動画終わったら食べましょうか。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。嬉しいですね。それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。全然困らなかったでしょすごいじゃない。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。